ヨーロッパ赤松はヨーロッパからアジアのイギリス、スペインから東はシベリア、南はコーカサス山脈、北はラップランドにかけて分布する松の一種である。北方では標高0メートルから1000メートル程度に南方では1200メートルから2600メートル程度の高地に分布する。木材としてはレッドパイン、ノルウェーパイン、スコッチパイン、 リガパインなどと呼称される。新メトレー、1年、2年目の松笠及び、UQ 化常緑信用樹で通常、高さ25メートル、幹の直径は1メートル程度にまで育つが、高さ35から45メートル、幹の直径1.7メートルに達するものもある。樹皮は、幹の近くでは、濃い灰色から茶色で厚いのに対して、小の近くや枝ではオレンジに近い色で薄い。 成りきが密集する地域では、まっすぐで、長い幹の上に丸い、または平らな形の大きな樹幹が乗っている。特徴的な形をしている。平均寿命は150から300年であるが、スウェーデンにある最古の木は樹齢700年を超えている。目は薄い茶色で、螺旋状の鱗。成木の葉は青緑色で粉に覆われ、冬にはしばしば暗い緑あるいは黄緑になる。 長さは2.5から5センチメートル、太さは1から2ミリメートルで2本ずつ束になり、基部は永続性で5から10ミリメートルの灰色の幼少に覆われる。成長森の若い木では2倍ほどの長さの葉が3、4枚ずつ束になっていることもある。葉の寿命は暖かい気候では2から4年だが亜寒帯では9年程度に達する。発芽後1年までの未生は発生用をつけ。 これは単独で、長さ2から3センチメートルで扁平であり、挙手を持つ。松かさは、十分期には赤く、あとに4から8ミリメートルの大きさの薄い茶色の、休憩になる。2年目以降は3から7.5センチメートルの、円錐型になり、色は、緑から灰色がかった緑、黄色がかった茶色に変わっていく。松かにはピラミッド型の突起があり、突起の先端には、ゲがある。 種子は黒く、3から5ミリメートルの大きさで、12から20ミリメートルの薄茶色の羽がついている。受粉から22から24ヶ月後には、松傘が開き、種子が飛び出す。有給花は8から12ミリメートルの黄色で、春の初めから中頃に花粉が放出される。ヨーロッパ赤松の分布かつては100種以上の変種が記載されたが、現在認められているのは3。 4種類だけである。これらは形態的にはあまり違わないが、遺伝子や松ヤニの素性の面で違いがある。スコットランド西部のヨーロッパ赤松は遺伝的に他の北ヨーロッパやスコットランドの他の場所のものとは異なっているが、別種とはされていない。また、極北のものはかつてバージョンラポーニカという変種に分類されたが、遺伝的には違いがない。P シルベストリスバリエーション、シルベストリス基本編集、スコットランドからスペイン、中央シベリアに分布、蒸気参照。P、シルベストリスバリエーション、ハマタ、スティーブン、バルカン半島、北、トルコ、コーカサス地方に分布。葉の色は、年中変わらず、松傘の突起が多い。P、シルベストリスバリエーション、マンゴリカリトブ、モンゴルから隣接するシベリア南部、 中国北西部に分布。葉は鈍い緑色で12センチメートルに達する。P、シルベストリスバリエーション、ナバデンシス DH クリスト、スペインのシエラネワダ山脈などに分布。スコットランドのかつての森で一本だけ残ったヨーロッパ赤松ヨーロッパ赤松は北ヨーロッパに自生する唯一の松で単層林化、もしくは欧州逃非、ヨーロッパ白樺、西洋な中窓、 ヨーロッパ山ならしなどの紅葉樹と副草林を作る。さらに中央から南ヨーロッパでは他の松と一緒に生えることもある。ブリテン諸島では現在はスコットランドのみで自生するが、300から400年前にはアイルランド、ウェールズ、イングランドにも自生した。これらは過剰な開発のために絶滅したが、人工的な再導入が進められている。同様の絶滅から再導入の歴史は、 デンマークやオランダでも見られる。ヨーロッパ赤松はスコットランドの国木となっており、かつてはスコットランドの高地はほぼこの木で占められていた。しかしカバッサイ、山火事、羊や赤鹿カカの花放牧によって個体群が減少し、現在ではごく狭い地域だけが残っている。いくつかの地域で自生地の復元計画が立てられ、実行に移されている。 成木の樹皮スペインの森林ヨーロッパ赤松は林業にとって重要な木であり、パルプや溶剤に用いられる。苗木は植林、葉種、天然更新などによる。商業的な植林は50から120年の周期で行われ、北方ほど成長が遅いため周期は長くなる。フィンランドでは産業革命以前にはヨーロッパ赤松からタールが作られていた。 現在でも若干のタール製造業者が残っている。建築用材にも使われ、密度は約4 7 0ラム毎立方メートル、開放気効率は60%、繊維飽和点は0 2 5ラム,キログラム飽和岩水量は1 6 0ロ,ログラムである。ヨーロッパ貨物はまた、ニュージーランドや北、アメリカでも大規模に植林され、 カナダのオンタリオ州やアメリカ合衆国のウィスコンシン州などでは外来種のリストに載っている。アメリカ合衆国ではクリスマスツリーの木として広く用いられ、1950年代から1980年代までは最もポピュラーなクリスマスツリーだった。現在でも盛んに用いられているが、その主役の座をダグラスファーやフレーザーファー等に譲りつつある。 北アメリカの東部では、気候や土壌、また伝染病などの関係でよく育たない。パインという英単語は、ラテン語のピヌスに由来するフランス語のパンが語源である。18世紀以前は、この木はデンマーク語のファイヤーに由来する、スコッツファーやスコッチファーとして知られていた。しかしファーという言葉は、現代英語では、モミ族の木に限定して用いられている。 その他りがパイン及びノルウェーパインといった名で呼ばれることがあり、変種バリエーション、マンゴリカはモンゴリアンパインと呼ばれることがある。スコッチパインは名前のバリエーションの一つで、主に北アメリカで使われる。和名ではヨーロッパ赤松や欧州赤松と呼ばれる。ありがとうございます。